どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ディノインフィニティっていう地上最強の恐竜モンスターをね使っていきたいと思います。どんなモンスターか、まあご存知の方ももしかしたら多いかなと思うんですけど、割と結構有名なモンスターなんで、これまあロマンですね。このカードの元々の攻撃力が除外されている自分の恐竜族モンスターの数かける1000ポイントになりますよという効果なんですね。まあだから10体除外しとけば1万っていう、まあそういう納金モンスターなんですけども、それ以外効果ないっす、それ以外の効果ないっす一切。でどうやって出したら強いんですかって話なんですけど、これね、このモンスターと相性がいいモンスターっていうのがまあいましてですね、それがミセラサウルスっていうモンスターなんですけども、なんとデュエルリンクスにミセラサウルス来ました。心拍でおめでとうございます。ミセラサウルスと相性がすごくいいんですよ。これ墓地からミセラサウルスを含む恐竜族モンスターを除外すると、除外した数と同じレベルのモンスターをデッキから特殊召喚できるよっていう効果も持ってるんですね。まあ一応エンドフェーズで破壊されるよっていう、まあ、デメリットあるんだけど、これでこれ出すとなんと急に4000がポンってデッキから出てくるんですよ。まあ、要はミセラサウルスで4体除外するんで、除外した恐竜がもういることになるから、ディノインフィニティが4000出てくるっていう、めちゃくちゃ相性がいいコンボで、まあ、これは OCG でもかなり有名なコンボなんですけども、今回はこれをぶちかましていくっていう、そういうデッキになっております。だってまあ墓地肥やせばいいか、ね、まあ、簡単ですね。援軍とエクスチェンジと芝刈りで肥やして、あとハリムシで肥やして恐竜をめっちゃ落として、で防御はカイトロイドとあとステゴサウルスね。これステゴもね、ダメージ計算時に出てこれて1000払うと、そのダメージゼロにできるんですよね、一切の戦闘ダメージを。だからこいつ結構強いのと、あとこれフィールドが離れて除外されるんで、まあ、これとこいつとも相性が割といいので、まあ、こういうカードを入れて防御打兼なんかそのコストみたいにしてます。そんなところですかね。うん、なんかギミック的には本当以上って感じなんだけど、マジで今日はこれを出せるかどうか選手権なんで、ディノインフィニティをとにかく出していきたいと思います。とにかくディノインフィニティを出すっていう、どんだけ出るかっていうのね、皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津石猿選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。復帰ババアですね、多分ね、おそらく復帰ババア。さあ何デッキ、あ、DD デッキ OK。 あ、確かまあ1000ダメージ食らえっから意外とあれか、復帰できんのかババアで。なるほど、やるな。なんか僕もぶっちゃけ石井さんすごい好きなんですよ。だからババアとか言いたくないんですよ、本当は言いたくないんですけど、ちょっとリンクスやってるとなんかもうマジでババアって言いたくなるんですよね。ちょ、わかります、この気持ち。ちょ、俺も好きなんですよ、石井と石田ある。けどなんかリンクスやってたらなんかね、ちょっとね、でもね、嫌いになってくるんですよこの人。なんかわかります、好きだったキャラクターが嫌いになる過程、やっぱりこれデュエルリンクスあるあるなんじゃねえかなと思うんですよね、私は。どう思うでしょうか皆さん。これは強いぞ結構でも。ライトロードサオナールミナスを召喚、ルミナスの効果を発動、ルミナスの効果によってミセラを墓地に送ってライトロードアサシンライデンを特殊召喚、ライデンの効果を発動、墓地の、あー、オッケーオッケーオッケー、あれいいんすか、え、いいんすか、てか煉獄やめて、煉獄の落とし穴だけマジでやめて、煉獄マジで計算くるから、ちょ、お願い、ブラックローズ通れ、よーし、墓地のミセラサウルスの効果を発動、このカードを含む恐竜族モンスターを墓地から除外し現れよ、ディノクライシス、おらー、いけ、ディノクライシスだ、いけ、ディノクライシスってなんだ、ディノクライシスってなんだ、ディノクライシスってなんだ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ディオさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ジョジョの血が騒ぐぜ、ジョナサン・ジョースターの血が騒ぐぜ。皆さん、ジョジョは何部が好きですか。私はですね、なんだかんだ言って1部と2部と3部が好きです。だからね、初期勢なんですよね、基本的に俺って。なんか、大体1部、2部、3部くらいが一番好きですね。
結構一部好きだったりします僕意外と。一撃必殺侍はコイントスして裏表当てて当たったら、破壊する。なるほどな、はい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 、そういうのね。オッケー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 、いいよ。そこまではオッケー、いいよ、了解、了承。ミセラ来すぎだけど、まあでもまあまあ悪くはないね、悪くはない。まあ一旦に1回しか使えないが、とりあえずちょっと1回殴るに行って様子を見ましょうか。なんかとりあえずこれ使わせて、そんな簡単にこのデッキでワンキル取ってくることないと思うんだよね、多分だけど。戦略でしょ。次出してくるとしてもこれ破壊されていいや。そう、破壊されて OK。 多分まあデスペラードだと思うんですけど、運命デスペってそんな簡単になんか4000削りきれないと思うんだよな。まあまあまあ、でこれ1回使わしていく。だからあと2回表、あ違う、1回使ったらあと1回、表はあと1回、表はあと1回、カップオブエース使った、一撃必殺使ったあと1回。ミズジャッジ、これはもうちょっと1回ミズジャッジの方がここで使わして、もうこれ裏、まあ、裏でやる必要ねえか別に。これ表でも裏でもいいや。あ、オッケーオッケー、まあまあまあ、ここ運で使ってくれた。ここ運使ってくれたわ。今もうこれで4回使ってっからコイン。これもう表出ねえから。大丈夫。ミズジャッジっていうのはね、強制効果なんですよ。こいつがモンスターゾーンにいると、相手のカードの効果 が発動したら絶対コイントスしなきゃいけないっていう効果なんで。で、2回裏じゃねえや。表だったら無効にするっていう。だから使わせるって大事ですね。こいつが出てきたら。オッケー、耐えた。オッケー。耐えれば安い、耐えれば安いから、耐えれば安いで、ここで援軍引いていこっけ。あるあるあるぞ、あるぞあるぞあるある、全然ある全然ある、いけ。で援軍効果と、オッケー、アサシンライデン落ちた、アサシンライデンは落ちた、オッケー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 。でミズジャッジの効果は無効にはできない、オッケー。でここでルミナスですね。で、あのカードが何なのかなんだよな、あのカードなんだろう、なんかずっと光ってる感じするんだけど、これ多分、いやなんでわかんねえな。パーシアスとかやったらちょっときついけど、パーシアスじゃなさそうだよねこれ。ちょっといまいち砂時計見てなかった、ごめん。喋ってると結構砂時計のなんか細かい動きみんな見逃すんだよな。とりあえずね、これ行くしかないね、行くしかないで、ここ、あ、でもこれ、あれだね。あれじゃないね。なんかその、ずっと光ってるからやっぱ違うね。あれじゃないね。パーシアじゃないね。だから、まあいいや。で、ここで、こうして、こうだね。で、ライデン蘇生したいなっていう効果。さあ、どうなんでしょうか。採用選手、何なんでしょうか、そのカードは。ヘッドジャッジング。ヘッドジャッジング。なんだっけ。表出せばいいでしょ、俺だから。表って言って、表出せばいいんでしょ。よし！オッケー！ギャンブラーなめんだよ！ヘッドジャッジングは確かあれですね。相手か自分が効果発動したら、そのコイン当てて、当たったら無効、無効になんねえし、なんか外れたら無効になるみたいな。効果。で、これブラックローズぶちかましていくじゃん。バーンやんじゃん。ドガやんじゃん。やんじゃん。で、ぼっちの、ミセラサウルスの効果を発動、墓地から自身を含む4枚の恐竜族モンスターをゲームから除外し、デッキより現れよディノインフィニティ。電波ランスやめて、よっしゃー、ギャンブラーなめんな。ギャンブラーはな、1と6とコインは表しか出れんだ、バカ誰か、おととい来やがれ。さあ、お相手の方、万丈目純選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、根性見していこうぜ、ホンダ。ホンダ使えるっていいよね。根性とかだとホンダ使えるっていいわ。ホンダなんて言ったら、ここでしか使わんやん。多分。ここでしか使わんから、結構いいんだよ。やっぱ、こういうなんかね、その、普段でも使わないキャラクター使うったらいいですよね。やっぱりね。本当にね。もう遊戯王イシズリンクスには飽き飽きしましたよ、私も。そろそろね、やっぱり、ね、違うキャラクターにもね、個性をね、出していきたい。そんな風に考えてます。光の援軍の効果を発動。
来年めっちゃ落ちてるのか。これはでもさすがにあれか、ソーラーエクスチェンジちょっともったいねえな。ソーラーエクスチェンジちょっともったいねえな。ちょっともったいねえな。さすがにちょっと安全に行くか。さすがに安全に行くわ。ルミナスで、ルミナス召喚してちょっともったいないけど、まあ仕方ないね。これはソーラーエクスチェンジでコストはディロインフィニティはね、もしかしたらその後で通常召喚するパターンがあるんで残しときたいんですよね。でライトのアサシンライデンさんの効果 OK。 あ、でもディノインフィニティ出すぎるのもよくない、ちょ落ちすぎるのはよくない。でこうして、はい、フォーチュンでエヴァリー出していく。 OK。 さあ圧倒的点から抜していく、ディノインフィニティが1枚で手が2枚、 あと1枚ある。 OK。 あと1枚ある。 OK。 ミセラ幻想のミセラサウルスの効果を発動、自身も含め4枚の恐竜族モンスターを墓地から除外し、デッキより降臨せよ、デノインフィニティ。うわバトルだ、食らえた。カイトロイドはありますよね。知ってた、知ってたわ、知ってた。それは全然知ってた。 OK。 これぶちかましていく、これ止めていく、全然知ってた。一旦終了。 OKOKOK。いいよ、そんぐらいだろ、大丈夫。でもね、もうね4000になってるから、これも通常召喚したディノインフィニティはもう打点4000なんで大丈夫です。こいつの効果は永続なんで、ね、いけるいけるいける、大丈夫だ。無の煉獄 OK。 いやな、クソデッキ臭プンプンすんな。クソデッキ臭めっちゃ漂ってきたぞ。メガロイドしていいだろう、メガロイドしていいだろう、いいだろう、パラレルギアいいだろう、メガロイドし割っていく OK、 いいだろう。やばいな、なんかなんかあれか、これシントゥルースか、これもしかしてシントゥルス系かこれ。あ、出た、やばい、5000もやばい。でもこっち根性あるから池を、やばい、騎士感が、なんか騎士感があると、なんか騎士感がある。ヒートハート、天才デッキだこれ。出た出た、天才デッキ。